どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、ワンちゃんに無意識で嫌われる方の特徴3選ということでお話ししていきたいと思います。私たちが日々過ごしている中で、もちろんね、意識してたらワンちゃんに嫌われたの分かると思うんですけど、意識して嫌われようっていう方はいないと思っていて、大体は無意識で接しているうちにワンちゃんになんとなく嫌われちゃうことが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、当てはまっていることがないか気をつけてみましょうということで、まずは1つ目、気持ちの浮き沈みが激しい。でこれね、ワンちゃんたち非常にね、嫌いますね。浮き沈みが激しくなってくると何が出てくるかっていうと、人も不安定になる。で人が不安定になったりとか、あとはイライラしたりすると、ワンちゃんたちっていうのはそれをね、すごくね、細かく読み取ります。なのでそうすると距離を取られたりとか、まあ、私たちもなんとなくなんかこう情緒不安定じゃないけども、なんかその時によって浮き沈みが激しい人って一緒にいると疲れるとか、で私たちもなんかイライラしたりとか楽しくなかったりすることあるじゃないですかね。でワンちゃんたちもずっとね、口を聞かないでそばにいる。でこの子たちは私たちの言葉もあるんだけども、どちらかって言ったら様子、状態で見てることの方が多いんじゃないかなと思いますので、思ったよりストレスになっちゃうこと多いんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、ワンちゃんに対してやっぱりこうなんとなく不安とかね、気持ちが浮き沈みがね、激しく出ちゃう場合は、まずワンちゃんと一緒に遊ぶ時間と、あとは自分の時間を分けるっていうのは大事かなって思っております。なんかどうしても今ね、こうやって何もしてないんだけど、ワンちゃんと一緒にいてなんとなく2人でダラダラみたいな時間を、一緒にいる時間って考えちゃうんだけども、まあ、これがもちろん悪いわけじゃないです。ただこれを一緒にいる時間としてカウントするんじゃなくって、基本的には一緒にっていうのは、まあ、なんか遊びましたとか、一緒にどっか行きました、お散歩しましたみたいなことを一緒の時間としてカウントしていくと、まあ、いいんじゃないかなと思うのと、あともう一つが、私たちも運動したりとかするとストレスの発散になるし、あとは個人的な趣味を作るとね、不安っていうのも少し減っていくんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、なんとなくね、気持ちが浮き沈みがあるんだよねっていう方の場合は、まずは、お散歩だけじゃなくって、私たち人間にも運動が必要だよねということで運動していただくみたいなところを入れていくと、ちょっとね、人とワンちゃんとの距離って近くなることが多くなってくるんじゃないかなって思っております。2つ目が、過度なコミュニケーションですね。まあコミュニケーションって言っても、ジェットみたいにもう好き好きみたいな、もうやってやってみたいな、かまってみたいな、ジェットおいでって言ったらもうどこまでもこうやってベーって来ちゃうみたいな、こういう子たちは別に好きにしていいと思うんですけども、まあ人との距離を程よく取りたいみたいな子たちもいるんじゃないかなと思っていて、で私たちってなんかかまってあげることがいいことみたいな、触れば喜ぶよねみたいな、一緒にいてあげれば喜ぶよねみたいな、まあ、そういう子もいます。でも世の中のワンちゃんの大半の子たちが、一緒の時間は一緒の時間、別の時間は別の時間で取った方が、まあなんかその子その子でも整いやすいっていう子たちは多いんじゃないかなと思うので、もちろんね、別に一緒にいるのが好きで全然苦じゃないよっていう子はいいと思うんですけども、ただね、一人でいたいよっていう時間がある子に、やっぱりこう常に一緒でベタベタってしちゃうのもストレスになっちゃうし、ね、その辺はなんかその子その子の性格を見て判断してやってあげるっていうことが非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなって思っております。でその他にですね、ジェットみたいにね、好きでずっと一緒にいちゃうよみたいな子も中にはいるんですけども、じゃあこういう子たちに対してどうしたらいいのっていうと、たくさん運動とってあげたりとか遊んであげたりすると、すごい人に対して依存的かな、悪い方すると一緒にいたがる子たちでもね、一人でいることが平気になっていく、また人のことが大好きなんだけども、あまりベタベタと依存的にならない子っていうのは、まあ、自分たちの時間をうまく取れてるっていうのは、運動があるからっていうのもあるんじゃないかなと思うので、ワンちゃんとの遊びとか運動を取ってあげて、コミュニケーションを取ってあげたりすると落ち着くんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなって思っております。3つ目が、厳しいトレーニングをメインでするということで、私たちもね、何かやめさせたいとか思うと、まあ、叱ったりとかダメだとか、ワンちゃんに対してしつけ制限ってやっていくんだけども、でも私たちってワンちゃんに合わせて何か発散させてあげるより、制限加えた方が人間的にはすごい楽で、でそれをやっちゃっていいのかなってなっていくと、やっぱり制限制限制限になっていくと、ワンちゃんと子供に対してはやっぱり窮屈になっていくんじゃないかなと思うので、でよくね、なんかしつけっていう言葉も使われがちなんだけども、でもそれって人の生活にやっぱりね、私たちが楽するためにワンちゃんたちに我慢してねっていうことじゃなくって、一番大切なことっていうのは、その子たちが、まあ、何に困ってるのかなっていうのを見てってあげるっていうことが、何に困ってるっていうところを見ててあげるのが非常に大事になって
くるんじゃないかなって思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな風にワンちゃんのこと見ていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、今日のお話、スパッてまとめると、まず大事なことっていうのは、ワンちゃんに対して、一緒にいる時の時間をただ単に何もしないでいるんじゃなくって、ちゃんと遊んだりとかね、お散歩する時間もね、たくさんとってあげましょうねっていうのと、あとね、人も趣味を作ったり運動しないとやっぱりイライラすることって出てくるよねっていうのはあるんじゃないかなって思っております。その他にもですね、ワンちゃんと一緒に楽しく暮らしていく上では、やっぱりね、私たちの都合で、しつけしつけ、やめさせるやめさせるってやっちゃうと、ワンちゃんも窮屈になっちゃうんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、ワンちゃん迎えた時には楽しく一緒に暮らしたいって思ってることが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな風にワンちゃんと一緒に楽しく暮らしてみてはいかがでしょうか。あいよー。